それで、今夜もこんばんは。今夜も、毎日、おしゃれかわいい、センシブさんのお時間です。ねえ、今若干噛んだ気がするけれども、スルーしますよ。ねえ、というわけでですね、今夜も、ご覧になっていただきまして、マジ、あざます。あざます。心から、あざます。いやー、ほんとにね。でも見てくれた君が、もし、目の前にいらっしゃったら、一緒に、ハンバーガー食べませんか？とねー、お誘いしたいぐらいっすよ。いやー、なんかねー、唐突に、ないですか？ハンバーガーとポテトを食べたいって、思う瞬間。私ですね、昨日か一昨日ぐらいに、そんな衝動に駆られたんですけども。いやー、ちょっと近いうちに食べたいと思ってます。それですね、今夜も、私の、このコーデをね、ご覧いただきまして、そして、例のあれ、やっていきましょう。そんな感じですね。今回の私のコーデテーマ、うわ。ピンク。あーなんかね、ピンクで、可愛く、コーデしたかった。なんかね、たまにね、こう、すごいね、可愛いものをこう、作りたいというか、可愛いものを見たいというか、そんな時ってないですかね。私は、たった今空です。そんなですね、ピンクの可愛いコーデ。今回もね、使用したコーデアイテムをご覧になっていただきながら、見てまいりましょう。さあ、こんな感じですね。星明かりのプリマ。これ久々に、ちょっとこう、使ってみようかなと思って。私のね、このセンシルサンシリーズ、センシルサン実況シリーズの、これまたね、初期の頃に、結構使ってたアイメイクなんですけども、これがね、初期の頃によく使ってた、御三家、と言っていいんじゃないでしょうか。初期の頃によく使ってたのはね、その黄色いジャケットと、この星明かりのプリマ、ともう一個なんだろう。ゆる巻きガールとかかな。これは最初の方のステージというか、ショーっていうか、でね、入手できる SR の髪型だった気がしますね。やっぱ巻いてる髪って可愛くないですか？そして、なんだっけ漢字弱えっていうね。この動画を見てる君の方が、多分漢字強いです。この動画を見てる君も、よく勉強しろ勉強しろってね、言われると思うんですよ。あんた勉強したの？ってね。なんでうっさいな、やってるやってるとかってね、なると思うんですけども、ちゃんと勉強しないと、私みたいになりますよ。チャイナシューズ、ロマンティックヘアバンド。これやっぱりこれ系のアイテム可愛いっすよね。そして、シルバーフープピアス、小悪魔ピンクネイル、風呂上がりの牛乳ということで、引き続き牛乳を飲もう。というね、感じになっておりますけれども、牛乳飲んでますか？パルフェファーティーペット。これはなんだっけ？ファーストアニバーサリーの時のアイテム、ガチャアイテムだったかな？だった気がしますね。リストをね、追加とかやってて気づいたんですけども、そのタグをね、動画に設定できるんですけども、その時ね、動画ごとにガチャをね、最近は引いてるわけなんですけども、その引いたガチャの、紹介？アイテム一覧の紹介毎回してるんですけども、ガチャのね、タグを入れとくべきだったなと、今更になって思いました。フェミレース白。これもショップで買えるアイテムだったかな。そしてラブリーフリルジャンスカ。これはサンリオさんコラボの時の、ガチャアイテムですね。そしてピンクストライプニーハイ。これもどっかのステージのアイテムだったかな。そして、チューリップ名札。これは今月のロングインアイテムですね。そしてメルティーホイップリボン。これ何だったっけ？イチゴの何かのガチャだった気がしますね。そしてメルティーベリーバッグ。これもそうだったかな。そしてクロスブレスレット、マリアージュフローラル。これね、結構好きなんだな。そしてエレガグローブ。ファンシーストリート。あれですね、先日中にあった、ファンシー系の、ガチャのやつですね。そしてサイヤパイセンマジックサークル。麺の花たち、ステラローズブレスレット。という感じです。そんな感じですね。今回のコーデはこんな感じでした。いかがだったでしょうか？なんか石子味の何かっていうのも最近食べてない気がするんだよな。いやー、でも今、ハンバーガーが食べたい。ハンバーガーだけじゃなくて、ハンバーガーと、そのポテトを一緒に食べたいっていうね、そんな感じになってますけれども。ですね、今回も、例のあれ、やってまいりましょう。センシルさんではですね、ガチャの更新速度が本当にね、速くてですね、最新の可愛いが、最新の状態で、すごい早い勢いで入ってきます。なのでですね、今回も追加されたガチャを見て回りましょう。アンドロイドメイド、ナンバーワン。ナンバーワン。ナンバーツーがあるのかな？そして、バードホリック。これは紹介したっけかな？そして、春の小さなタンポポ妖精は前回も紹介しましたね。あとですね、スイートストロベリーと、ラブリーバブルバスタイムと白銀の騎士。
と、これまだ弾いてなかったな。プリンセスドールメイクアップセット。ちょっと待って、めっちゃ多くね？めっちゃ多くね？こんなにあったっけ今。かつないほどガチャ多い気がする今。アンドロイドメイドナンバーワン、ナンバーワンを弾いていきたいと思います。ナンバーワンか。私ね、次の9章だったかな。ねえ、次の章のお話は、その SF 的な、コーデアイテムのね、世界かなと、予想っていうか、希望があるので、弾いてまいりましょう。SR のアイテム見てまいりましょうか。メイドボブ。ねえ、これも映ってるキャラクターと、ね、また髪型違いますんで、進化すると変わってくるのかな。そして、アンドロイドメイドルック。メイドルック的な衣装って確かまだ、一種類ぐらいしかないかったような気がするんですけど、どうだっけ？なんかショップで買えるメイドさんの、ね、ワンピースタイプの衣装があったと思うんですけども、あれ以外にもあったかな？ちょっと私、思いつかないな。さあ、そして、アンドロイドアイ。あ、アイ。いやー、なんかこの、なんだろう、シアンカラー？ねえ、こういう水色ってシアンって言ったと思うんですけども、ねえ、なんかこう、なんだろう、初音ミクさんの影響なのかな？こういうなんかビビットだから、ビビットだから使っちゃうと、すごいこう SF 感というかバーチャル感出るよね。そして、アンドロイドメイドの待機室。へえ、なんだろうね。こう、接続するコードとかあるのかな？アンドロイド充電器。アンドロイド充電器見えてる？どういうこと？手前にあるこのボードみたいなのかな？1号機専用充電コード。へえ、1号機専用充電コードってどういうこと？やっぱ2号機がいるの？そして、1号専用通信機。へえ、通信機っていうよりかはメイドさんのカチューシャ的なあれっすね。へえ、そして、てか、ここから R になってるじゃん。そして、アンドロイドリエップ。ねえ、こちらもシアンカラーですね。そして、1号機専用マーク。へえ、これマーク、これ2号だとどうなるの？色は違うのかな？そして、メイドオペラグローブ。いやー、そっかそっか。袖付きのメイド服じゃなくて、袖別タイプなんだ、ね。メイドパンプス。メイドパンプス。へえ、確かになんかこう、近未来っぽい感じの、あれだね。こう、なんだろうね。ロボ的な線が入った。アンドロイドニーハイ。いやー、これもなんかロボ的な線入ってるじゃない？いやー、こういうね、メカニカルなものって、男の子大好きっすから。こう、ちょっと、仲良くなりたい子いるんだよなーっていう君。ちょっとこう、ロボットの話題、振っちゃいなよ。どうなのかなー？男の子は確かに、ロボットとか変身とかね、好きだと思うんですけども、なんだろうね。でも今はどうなんだろう。多種多様な、趣味がある時代と言われてますから。ねえ、この動画を見てる君も、どんな趣味をお持ちなのかな。ロングほうき。へえ、和のほうきじゃない方のほうき。なんていうのね、洋式のほうきっていうのかな。こう、なんだろうね、アンドロイドメイドっぽくなってると、このほうきもなんか変形して何かになりそうですからもね。さ、そんな感じでですね、今回弾きたいなと思ってる、当てたいなと思ってるアイテムを見てまいりましょう。選んでいきましょう。まあ当たるとは限らないんですけども、何がいいかな、メイドルックがいいかな。やっぱりね、髪型とアイメイク、あれ、こう、あると一番いいなと思うんですけども、メイドさん衣装が、私多分1個しか持ってないので、ねえ、ここで当てたいっすね。背景か。背景も捨てがたいけどな。やっぱメイドルックかな。さ、そして R は何がいいかな。やっぱこの1号専用通信機とかなかなかっすね。なんだろう。近未来的とか、その宇宙的なとか、そのバーチャル的な衣装ってまだまだね、センシルさん、前に1回ガチャがあったぐらいかな。なので、なかなかね、この、なんだろう、バリバリのロボ的な衣装が来ると、合わせるのが難しくなるんですよね。ねえ、なので今回は、そうですね、衣装と、ヘッドレストかな？ねえ、がいいかな？さあ、当たるかな？お、これは、来たんじゃない？ SR。おぉ、違う。お気に入りになるといいね。アンドロイドニーハイじゃないですか。というわけでニーハイでしたね。いやーなんかね、服の、なんだろうね、ガチャエースだったんでちょっと期待したんだけどな。いやーせっかくだからちょっと履いてみますかね。これかな？あれ？なんか意外と悪くない気がする。そのね、意外と悪くない。アンドロイド2杯でした。いやー、意外と悪くないぞ。こんなところでですね、今回もいい感じの時間取っておりますので、ここで一食うにとさせていただきたいと思います。申し訳ない。さあ、あとはですね、こちら。
さあ、こちらの方はですね、私のセンシルさん内での、プロフィールになっておりますので、こちらの方にですね、名前とマイコードが載っておりますので、よかったらフレンド登録もよろしくお願いします。YouTube で毎日センシルやってる夏香です。よかったら動画も見てみてね。チャンネル登録もよろしく。ね、この動画見てる君がもし、あれ、チャンネル登録してなくねって感じだったら、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ねえ、ゆうお友達も誘って、いやさ、クラスでみんなで、入っちゃいなよ。入っちゃって、応援してくださいね。ねえ、目指せ1000人狙いたいです。ね、コメント、高評価もお待ちしております。ねえ、ぜひね、コメント通していただきまして、私と交流いたしませんか。ねえ、このチャンネルをね、賑やかな感じにしてまいりましょう。基本的な感じのものとかですね、こういうのもやったらいいんじゃねみたいな、お声も。お待ちしております。ねえ、そんな感じですけど。そんな感じですね。私はまた、次の動画、いやさ、いやさ。次の夜にまた、お会いしましょう。お相手は、あなたの夜のお友達。あなたの夜のお友達。私でした。それではまた、次の夜に。